さあ、それでは京セラドーム大阪バファローズとイーグルスの仮想開幕戦、プロスピのゲームを見ながら両チームについて伺っていきましょう。バファローズの先発ね、このオンラインゲーム上ではケイ・スズキ投手、イーグルスは岸投手になっておりますが、まあ両先発開幕でいうと山岡、則本、この辺りだと思うんですけど、いかがでしょう。いや、多分まあこの2人でしょうね。まあ、前後のカードもありますし、まあバファローズは今山岡、山本由伸っていうもうダブルエース、日本を代表する2人いますけど、次のカードぐらいで多分ホークスキラーなんですよね、山本由伸投手。ただ6連戦じゃなかったかな。あ、そうですね、パ・リーグが。だからどういうね、組み方を組むのか、これね、ちょっとパ・リーグは本当に大変だと思います、やっぱり6連戦って、ずっと同じチームでやると、ある程度こう、なんていうかな、バッターの状態だったり、こうキャッチャーの手の内だったり、そういうのが、だからそれこそ4レギュラーだったら4、4、6、20、そこ1週間25回対戦するんで、結構ね、お互いにやりづらいところが、どうでしょう、そういうことで言うと連勝連敗がある、大きくなると思う。ある。だからたまにこう行った時に、3連戦で調子いいチームでやる時に、とりあえずまず何を考えるかって言ったら、3連敗したくないって感じ、はい、で行った時にまず2連敗したら、あ、もう3連敗やられたっていうね、パターンで、例えば3連敗やられたら次のカード逃げれるから、あ、まあ3連敗もう調子良かったからしょうがないっていう目でこういけるのが、6連戦になると3連敗で逃げれなくなる。うわー、調子がいいと。だからやってる方はね、すごいっていうのはちょっとあるんじゃないかな。まあ、キャッチャーがちょっと大変かも。ね、去年のあれですか、セ・リーグなんかも連勝連敗多かったですよね。あれで一気に流れ変わったから、そうもしかしたら今年はその現象がパ・リーグに起こるかもしれないと。この6連戦はちょっと選手は嫌だなと。なるほどね、さあそれではゲームスタートしながら両チームのお話伺っていきましょう。じゃあまずはバファローズから参りましょう。まあ僕もね、DJ やらせてもらったので、バファローズ、そしてね、セ・リーグやったベイスターズ、頑張ってほしいなと思いますけども、バファローズは、なんかようやくと言ったら怒られるかもしれないですけど、チームの雰囲気がかなり若い選手を起用するムードになってきたなと思うんですけど、いかがですか？いや、やっぱりこう、オリックスね、今ずっとちょっと、やっぱり順位的に上がれてないんで、はい、やっぱり、血の入れ替えじゃないけども、そういったものをね、西村監督は結構考えながらやってるんじゃないかなと。で、やっぱトレードだったり、はい、補強したりだとかってね、チームの血をね、こう入れ替えよう入れ替えようっていうのはすごく感じます。なるほど、という部分で言うと、どうしても投高打低の印象が拭えないこのバファローズ、打てないというところにかなり悩まされていると思うんですけども、吉田正尚という昨年リーグ2位のアベレージに残した中心バッターがいるんですけども、その前後ですよね。そう、ただ今年はね、はい、注目のね、はい、ジョーンズ、はい、入ってきてますからね。まあ、実績はもうバリバリ、もうジョーンズが10番つけるって言ったら大城の背番号を9にしてまでジョーンズを迎えた。そう、はい、福良さんもね、はい、取れたよなんてね、もうやっぱり、まあ、ただやっぱり野球ファンとしたらどんなもんなのかなっていうのは見たい選手ではあるな、バイコロネザーは。正直僕の感想言っていいですか、なんか結構な鳴り物で入団してる割に、そこまでの怖さというか、そんなに際立った存在感が今のところ僕の中ではあまり感じられないんですけど、この辺りはそう、いや、確かにね、俺もね、いいっすよ、これ NHK じゃないで言って、まあ、いや、もうちゃんなんで、ね、いや、キャンプで見た時ね、雰囲気はね、おメジャーだなって雰囲気、やっぱ技術だったり、はい、バッティングの練習の仕方だったり、こう見た時ね、おっていうのがあって、試合になったらどんなもんかなってなった時に、ちょっとまだおっていう風になってない。ただまだ本気を出してないのかなっていうね。これ本当に分かんないのが、オープン戦でバンバン打ってた人が打てない、オープン戦打てなかった人が打てる、打つ外国人選手に特にあるんですよね。
だからね、本当にあのスカートの人も言うけど、こればっかりはね、分かんない。分からないですね。じゃあですよ、このジョーンズに結果が出なかった時っていうのは、ちょっとバファローズ、そうだからね、どうやっぱりある程度吉田選手はある程度やっぱりある程度のね、成績残すと思うんで、彼をね孤立させるかしないかって、結構ね大きいと思うんで、やっぱりこの外国人2人、機能するかどうかっていうのは結構大事かなと。なるほどね、さあそんな中でバファローズの注目選手1人ピックアップしていただきましょうか。そうか、1人、まあやっぱジョーンズかな、やっぱりそのまま、彼が本気というかね、メジャーであったようなやってたような感じでできれば、やっぱり打線として機能するかなと。でも、ね、もう誰も分かってるようにピッチャーはね、先発ピッチャーもいる、中継ぎ抑えもいる、もうやっぱ素晴らしいんでね、そういう意味ではまあやっぱ軸が、バッターの軸がどうなるか。なるほど、もう僕ここだけバファローズに思い入れがあるので、お邪魔させてもらうと、 T 岡田も期待したいんですけど ね、 なるほどね、どうですか、いや今年ねキャンプね、バンバンホームラン入れてたんでね、これでは出てなかった。今出てないんですよ、プロスピの方では。まあだけどやっぱり飛ばす力はやっぱすごい、はい、でそうだな、もっと大雑把でいいかなと思うんですけどね。そうなんですよ、もうね、適当にもっともねやれるようになったら、スラッガー大体オラオラ野球界みたいな、スラッガーって大体こうじゃないですか、ね、中村のりのさんもそうだったし、のりさんもそうですよ、そう変な意味じゃないですか、あの だけど、そうなんかもう優しいですよ、優しい、もっとねそれっぽいぐらいで、そうなんですよ、やったら多分打つと思うけどね。ということで、バファローズもパリーグで一番優勝から遠ざかってるチームなので、そうか、はい、なんとか頑張ってもらいたいなと思います。それでは今対戦しておりますイーグルス、はい、していきましょう。イーグルスは和田さん、はい、チームがどんどんこのピースが揃っていくというイメージがあるんですけど、いかがですか。いや、やっぱね、石井 GM ね、思い切ったことしてる、実際結構ね、楽天じゃないみたいなね、こう楽天の看板選手が出たりとかね、はい、そういう血の入れ替えをやりすぎじゃないかってこう言われてるけど、やっぱり強くするためのこう作戦というかね、それをどんどんやってるんでね、楽天やっぱり強いっていう気は、選手見ると強い。監督も三木監督になりましたけれども、僕あの鉄平くん、はいはい、ね、あのドラゴンズ、それからイーグルス、そしてバファローズ で、はい、でバファローズ時代にね、あの僕仲良かったので、あのこの間連絡したんですけど、三木監督ってすごいコミュニケーションも取るし、あの野球すごい詳しいっていう風に話してたんですよ。だからこの辺りの采配もちょっと見ものかなと思うんですけど、どういう印象でしょう。あのね、なんかやっぱキャンプの動き見たりだとか、はい、いろいろこうね、細かいこと細かいことこうやってる印象があって、でいろいろ緻密にやってるけども、選手見ると緻密さいらないじゃないかなっていうぐらいね、ちょっと揃ってるんでね。だから逆に動くところというかね、あるのかなっていうぐらい、あのやっぱ個人個人の選手揃ってるから、それをどう融合させるのかなっていうのはやっぱちょっと楽しみ。いや野手が本当に揃ってきましたよね。揃ってる。だからまあキャッチャーをね、そうですね、どうするのかなっていうところ、そこがやっぱり一つ逆に言うとポイントかなと。いや、このずっと正捕手を張ってた島選手が退団するぐらいですから、まあ太田、太田、それから足立、そうそう、で堀内、はいはい、この辺りの若い選手が競ってますよね。まあ、だから見てると、まあ、太田あたりが来るのかなっていう気はしないでもないけど、まあ、ここがね、きっちり決まってないんで。でもまあベテランのピッチャー岸投手や則本投手のように実績のあるピッチャーが、この若いピッチャー
若いキャッチャーをも育てていくような、うん、そんな雰囲気もなるかもしれないですね。投手力がある十分、うん、楽しみですけれども、さあそんな中でイーグルスの注目選手一人挙げていただきましょう。そうだな、まあ、ある程度バッターはいるしピッチャーもいるけども、はい、今年ねやっぱり一つちょっと目玉が、はい、松井裕樹。おお、先発先行。彼がそうポジションがガラッと変わって、はい、ちょっと苦労今のところしてる、うん、だからここをねどうするのか、うん、だからまあうまくねこう滑り出せば先発で行くんだろうけども、状況によってはねひょっとしたら後ろに戻すのか、もう早い段階でスイッチする可能性もありますよね、あるし、だからねその辺をねどういう風になるのか、まあまあ一番はねやっぱ彼がある程度ローテーションでしっかり回ってくれるのが理想だけどもね、まあどういう風になるのか、まあ、彼がだから先発で頑張れればまあいいところに来るんじゃないかなと。なるほど、うん、ということでじゃあ松井裕樹投手次第っていうところにもなってくるかもしれませんね、うん、ちょっとポイントになるかなと、うんうん、でその分回後ろを務めるのが今だったらまあ森原選手とかになってきますね、後ろに行くのか、うん、まあ、まあただやっぱりいっぱいね外国人もいますし、ね、うん、そうだからある程度しっかりしてるんで後ろも、うんうん、ということでイーグルスね今年もじゃあ2000あれは13年でしたかね、まあ、優勝したのはもうそう、うん、もう、ね、あれマー君勝った7年ぐらいですか。そうですね、なので7年ぶりのこの優勝、もしかしたらこれかなりムードは出来上がっているので、うん、いやあると思う、ね、え期待できるかもしれません。両チームの戦いに期待していきましょう。ということでプロスピの仮想開幕戦はバファローズが8回3点9回2点取って逆転サヨナラ勝ちで開幕戦勝利したというね、結果になっておりますけれども、パ・リーグらしいですね。いや、こうなったらこうなったら面白いし、うん、どうなるかな。しかも仮想開幕戦はその注目のジョーンズ選手が決めたというね。おお、そうか、すごいな、もうあの球場の看板までマダム進行がベンチに出てるまで全部やる、すごいすごいなこのゲームね、うん、はい、ということでいやーもうこれ見てたら開幕が待ちきれません。さあラスト最後の試合いきましょう。ペピドームのホークスとマリーンズのゲームお届けしましょう。